インドネシアはアップルの iPhone16 をブロックした数日後に Google 携帯電話の販売を禁止しました。イタリアの要請を受け EU はインビディアによるン・アイ買収を調査へ。中国の制裁がウクライナに製品を供給している米国のドローンメーカーに打撃を与えたため、米国最大のドローンメーカーは中国による 制裁を受けて顧客にバッテリーを配給する必要があると述べた。ロイターの報道によると、中国の研究者がメタのラマを利用した軍事利用向けの AI モデルを開発しているという点々。ファイアウォールメーカーのソフォスが、 ネットワークデバイスを攻撃する中国のハッカーとの5年にわたる戦いを明らかにしました。点々。北朝鮮が ICBM 発射を発表。日本と米国が非難。オープン a i CEO のサム・アルトマン氏は、 コンピューティング能力の不足が同社の製品の遅れにつながっていると述べ、サム。アルトマン氏はレディット A、M、A で今年は GPT-5 はないと述べた。点々。OpenAI はチャット GPT に新しい Web 検索ツールをもたらします。点々。AmazonCEO、新しいアレクサが AI エージェントとして機能することを明らかに。 点々。マーク・ザッカーバーグ氏は、AI が生成したコンテンツがさらに多くなり、Facebook や Instagram のフィードを埋め尽くすだろうと述べている。コ a l l of Duty フランチャイズが、ブラックオプス6を含めずに5億の売り上げを達成。点々。映画、ゲーム、オブ、スローンズ・ワーナー、ブラザースで初期開発中点々。 クリフハンガーリブート版が一新。シルベスター、スタロン交番でリリー、ジェームズ、キアース、ブロスナン主演へ。NFL 選手たちはロッカールームでのメディアインタビューを拒否している1ヶ月前、NFLPA は選手のプライバシーと尊厳を尊重するためメディアのインタビューをロッカールームから移動するよう呼びかけました。 新しい訴訟の詳細によると、アップルは、t ックトックは若い10代の若者にはふさわしくないと言った。エクアドルのウンム・ハヤシは、過激な法的提案のソングライターとして認められるかもしれない。 イドリス、エルバー、映画産業を強化するため、アフリカへ移住へ、点々。ジェラール、ドパルドゥーのフランス人俳優の性的暴行裁判がパリで始まる、点々。米俳優アーミー、ハマー、性的違法高ため疑惑後のハリウッド復帰をほのめかす。一年前、アーミー、ハマーは性的暴行捜査後に告訴を回避し、名前は晴れた、と述べた。 光物質のもつれがシュレーディンガーの猫状態を作り出します。科学者たちは、猿にはシェイクスピアを書く時間がないことを確認した。 新しいドキュメンタリーは、ネオムを含むサウジ、ビジョン2030の建設開始以来、2万1000人の労働者が死亡したことを明らかにしている。ITV の潜入映画でサウジアラビアのネオム労働者が、1日16時間労働について語る、点々。スペインの大洪水で少なくとも95人が死亡。科学者らは、 気候変動がスペインの洪水を悪化させたと主張している。選挙当局はイーロン・マスクのご報マシンに負けているとコメントした。経済学者はハリス氏を支持し、トランプ氏には容認できないリスクがあると警告。カマラ・ハリスさんは、 トランプ大統領の女性に関する発言は、誰にとっても不快だと語る、トランプ大統領、女性別紙の歴史を思い出し、好むと好まざるにかかわらず、女性を守ると発言。マーク9番氏、トランプ大統領は、知的な女性とは、決して、見られないと発言し、右派の怒りを引き起こしている、マーク9番、トランプ女性発言について、言い訳なしで謝罪。 トランプ氏、ハリス氏に大きくリードしていると主張。2024年の疑惑への布石トランプ氏が主張するように、証拠がなければ自分がリードしており、詐欺だけが彼を阻止できる。点々。新 CEO に対するプレッシャーが高まる中、ボーイングはダイバーシティチームを解散。点々。タイム氏は、ウクライナのオンライン結婚式サービスを2024年の最高の発明に挙げた。 暗号、政治、テクノロジーなど。点々。ニュースソースクローラーによるデイリーニュースダイジェスト2024年11月1日。 AI の海にもう一滴。点々。マイクロソフトのオムニパーザー、オムニパーザーは、既存の LLM ベースの UI エージェントを改善するために、UI スクリーンショットを解釈、構造化形式に変換する汎用画面解析ツールです。トレーニングデータセットには、ワンインタラクティブなアイコン検出データセット、一般的なウェブページから厳選され、 クリック可能及び実行可能な領域を強調表示するために自動的に注釈が付けられます。2各 UI 要素を対応する機能に関連付けるように設計されたアイコン説明データセットが含まれます。 コールオブデューティブラックオプス6カウンターストライク2玉座と自由ファクトリオファクトリオスペースエイジ PUBG バトルグラウンドモーサンダーライアーズバー iPhone 用 Apple アプリストアトップ有料ゲーム2024年11月1日から点々マインクラフト友達と一緒にプレイしましょうバラトロ注意喚起プラークインコーポレイテッドブルーンズ t d 6 US デジタルのベストセラー2024年11月1日以降 スーパーマリオパーティ TM ジャンボリー、ホグワーツの遺産、ドゥームプラスドゥーム2、ブーメラン風、小羊のカルト、ソニック×シャドウジェネレーションズ、ゼルダの伝説 TM、知恵のエコーズ、スターデューバレー。 2024年10月21日から10月27日までのネットフリックスグローバルトップ10リストより、点々英語で最も視聴されているテレビの週刊トップリスト、点々ンンンーン弁護士、シーズン3。これがゾディアックの話です。シーズン1。テリトリー、シーズン1。 点々英語以外で最も視聴されたテレビの週刊トップリスト。点々偽りの愛。リミテッドシリーズ。ドラゴンボール大魔シーズン1。ダンダダン。 Spotify Weekly Top Song Global 点々。2024年10月18日金曜日から10月24日木曜日まで点々アップト。ロゼブルーノマーズ。笑顔で死ぬレディーガガブルーノマーズ。バーズオブアフェザービリーアイリッシュ。誰自民。ク、ボダオスカーメイドン フェルサ、レジダ。テンテンミー、サブリナ、カーペンター。エスプレッソ、サブリナ、カーペンター。2024年11月1日のアップルミュージックのトップヒット、テンテント、ボダ、オスカー、メイドン、フェルサ、レジダ。ラブ、サムバディ、モーガン、ウォーレン。25、ロットウェーブ。 私について知っていること、グロリラ、セクシーレッド。テンテンバーズ、オブ、ア、フェザー、ビリー、アイリッシュ。ワイルドフラワー、ビリー、アイリッシュ。